連帯飛行中ですが、こんにちは。ちなみに一緒に飛行してる方は知り合い？ええ、数分前に知り合ったばっかり。こんな感じになってこうなった。うん、わからない。つまり一緒に飛ぼうって誘われた。最初からそう言えばよかったのでは。確かに。あと、さっきから何かエンジン音後ろから聞こえない。で、誰もいないね。絶対いたよね。さすがについてきてるわけないよね。ついてきてるね。え、待って、普通に怖いんだけど。そんなにかな。ちなみにこの後3人仲良く墜落した。どうしてそうなった？そういえば試したいことがあったからやってみる。試したいことって？まず片方のエンジンを切ります。そして失速させます。そして思いっきりラダーを踏みます。まさか試したいことってフラットスピン関連？関連といえばそうなるね。まあフラットスピンからの復帰を試す感じだね。お、やっとフラットスピンになったか。いつ見てもフラットスピンは恐怖を感じるね。よし、左右のエンジン出力入れ替えるか。あの、これエンジン切らずに出力調整すればよかったんじゃない？確かに。これエンジン始動間に合うかな？あ、始動が間に合うことを願うしかなさそうだね。そっか。なんとなくいけそう。高度がどんどん下がるんや。世界が回ってる。なんか知能下がってない？そんなことないよ。戻った。そして機体の制御も戻ったね。案外高度があれば平気だね。まあエンジンが止まっていなければ基本大丈夫そうだね。あと、そもそもフラットスピン SU33 だとなかなかならないけどね。あ、非常時に対応する訓練的な感じだね。あと今回はここまでです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。